変なんです。現在8月6日の大体昼前ぐらいなんですが、名古屋市の北側にあります裁判所とかがあるあたり、丸の内のあたりに来ております。ですね、昨日の晩か今朝の早朝ぐらいから集中的な雨が降ってはやんでということを名古屋で繰り返しているわけですが、その影響で今はやんでます。さっきまた降ってましたということを繰り返しています。その影響でですね、道路が水浸しになっています。こんな感じです。すごい水が溜まって、なんていうか、川みたいになってます。名古屋でも夏場とかで台風来たり、雨降るわけですけども、そんなに水が溜まるなんてことは、実はそんなにあるわけじゃないんですね。で、しかも台風が来てもですね、なんて言いますか、こんなことにはならないわけですよ。めったにならないです。ですが、まあ、こんな感じで、車がですね、水を切って走っております。水を切ってます。水の中を走ってます。そして歩道まで水が、波が上がってくるわけです。歩道の段の上ですね、ここね。こんな感じで、横で見てると水がかかりそうなんですよね。これくらい水が溜まっています。大変な水の量です。こんな風に溜まってる。はい、大変な量で。こういう感じでですね、車、もうちょっと水が増えてしまうと、なんか故障するんじゃないかなってぐらい水が溜まってきて、夏場ですからね、夕立とか、まあ当然あるわけですけども、これはただの夕立じゃないなと。今まで夏場夕立当然あります。ただ夕立があったり、台風があったりして、こんなに水がね、かけずに溜まるなんてことが、そうないわけです。おお、かかるかかる。ですから、明らかにこれは今までなかった気象な現象なんじゃないかなと思うので記録しておきます。ちなみに今は止んでいます。パラパラ確かに降ってるぐらいで基本的には止んでますね。で降ったり止んだりさっきは繰り返してるんですね。さっきは本当にバケツをひっくり返したような雨でした。はい、でその証拠に先ほどはですね水がもっとこのギリギリ上まで来ていたんですが少しはけつつあります。なんでこんなことが短期間で起こるということは短期間にすごい量の雨が降ったんだなということだと思うんですね。見るからにちょっとずつさっきに比べると減ってきてます。つまりその普通だったらね流れてなくなってしまうような水がですね見とるうちに減っていくということはすごい量が短期間に降ったことじゃないかなと思うんですね。で昨日なんか西日本でも土砂降りの雨が降って京都とかではなんか土砂崩れかななんか雨が降りすぎたことで被害が出たそうで、そういったことも起きているそうですね。はい、こんな感じに、これ速攻なんですけど、溢れてきてるんですね。はい、歩道までこうやって水が来ています。はい、そういう感じに、名古屋8月6日、2013年の8月6日はこんな感じで水浸しですね。で、またすぐやむんですよ、ちょっとね。っていうことが繰り返されています。どうもこれは、今まであった、なんて言いますかね、夕立とかそういったものと明らかに違うなという気が、はい、しかもこれなんか今車動いてないんですがすごい勢いで水が流れてきていますね。多分側溝に流れていくんじゃないかなと思うんですけど、こんな光景もですね見たことがないんですね。もし水が溜まるとしたら飽和状態で溜まってるはずなので溜まっとる水が流れていくなんてことはないわけですよ。今昔ですね名古屋で台風が来た時にちょうど自分がまだ NPO センターの職員だったというですね、2008年ですか。に一回あった気がするんですよ。その時台風でした。で、自転車で帰っていたんですけど、まあ、じゃんじゃんで記事書いた方がいいです。自転車で帰っていたんですが、こんな感じの水の中を漕いで歩いて、自転車が地獄にぶつかってなんてことがあったわけですけどね。当然それは水が溢れてそうなっているんであって、溜まっとる水は基本的に流れていかないんですね。ですが、まあ、ここの側溝は、どうもどっかに流れていって、みるみる減っています。で多分その亡くなる前にまた降るんじゃないかなと思うんですが、こういう天候が続いています。はい、先ほどに比べて明らかにまた水の量が減ってますね。中央のあそこのここ、さっきは水を切って車が歩いていたんですが、もう水がなくなっています。まあそれはそれでいいことなんですが、ほら流れてるんですよ。すごい勢いで水が流れてる。どこに流れてってんのかな。ねえ、こんな現象は自分も初めて見ましてね。うわ、ほう、ああ、速度速すぎ。うん、もうだいぶはげてきてますけど。
ただまあ流れていくのはいいんですけどもね、こんな短期間で溜まるってことはよほどの量がすごい集中してくったってことなのかなと思うんですけどね。ここなら流れてるのかかるかな、ほら流れてる、あっちからあっちに向かって流れてる、結構な勢いがある、ね、こんな感じで流れができてる、はい、というわけでいわゆるゲリラ豪雨というのが降った直後の名古屋からお届けしました。これはただの夕立ではないと思います。はい、まあ、夕方でもない。というわけでお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。先ほどの今裁判傍聴が終わって帰ってまいりました。先ほどの映像からですね、どうでしょう、30分経ってるか経ってないかの状態です。多分40分ぐらいかな、経っています。で、今先ほどまで晴れていて水も引いていたんですが、今はこんな感じになっています。車は水しぶきを上げて走っております。大変な水が溜まって、みるみるに溜まってきています。でですね、ほんの5分か10分、多分10分ないと思います。前までは晴れていてですね、水も全く溜まっていなかったんですが、急に降り出しました。で、まさにバケツをひっくり返したような雨というのはこのことかなという感じになっております。そしてこちらの側溝をまた見てください。水が溜まっております。5分か10分ぐらい前まではこの水全部はけていたんですね。で、それがほんの見る前に水が溜まっていってですね、ほんの5分か10分ぐらいの間にこのように何もなかったところに水が溜まってきています。もうすごい、なんか濁流、激流のように水が流れ込んできていてですね、こんなに水が溜まっています。みるみる間に溜まってきています。ほんのちょっと前までここ水が全部はけておりました。はい、そういう感じで、まさにこれがゲリラ豪雨というやつですよね。集中豪雨となっております。はい、車がものすごい水しぶきを上げて走っております。ちょっと前まではこれ水溜まってませんでした。見てる間に溜まっていったわけです。はい、このように車が通るとですね、水が跳ねてですね、跳ねてるか波打ってですね、歩道にまで上がってくるような状況に今なっております。大変な量の水、そして歩道もですね、なんか流れ落ちた雨がなんか表面を流れを作って歩道の方や車道の方に流れ込んでおります。はい、水は先ほどここ水何もなかったんですが、このようにですね、大変な量の水が溜まってきています。そして車も車輪が水浸しですね。こんな感じで水をかき分ける感じで進んでおります。はい、これは夕立とかそういった慣らしいものではなく、まさにゲリラ豪雨であるという感じになっております。はい、ですからその最近異常気象でゲリラ豪雨であるとよく言われるわけですけど、まさにこれもそうなんじゃないかなと思います。夏場にね、パパッと雨が降ってことは、まあ、あったわけですけども、ここまでの水の量はなかったはずです。ですから、ゲリラ豪雨のこと、先ほどよりも水位が上がっております。すごい量です。耐えれるんでしょうか、自分は、っていう感じに今なっております。ですから、最近ですね、ゲリラ豪雨が多い。まあ、中には夕立みたいなのもあると思うんですけど、明らかに夕立よりも水量が多いゲリラ豪雨っていうのが、まあ、あると思うんですけど、波が。なんか名古屋の官庁街が波打ち際のようになっております。はい、波が押し寄せております。はい、これは夕立であってですね、ゲリラ豪雨じゃないなんていう人がいるわけですけども、これは夕立ではありません。はい、ただのスコールでもないと思います。こんな水の溜まり方はですね、今までなかったと思いますね。ここ数年に顕著な現象じゃないかと、特に今年ひどいですね。こんな水の量が名古屋の街中で溜まってるのを見るのは2008年のすごい台風の時以来のような気がします。その時の台風というのはずっと雨がですね、ずっと降り続いていて、どんどん溜まってきたと、堤防とか溢れたのかもしれない、そういう状況だったはずなんですけども、これはですね、短期的に雨が降って水溜まって流れてなくなって、また短期的に雨が降って水溜まって流れてを繰り返しています。はい、
先ほどまではまさにバケツをひっくり返したような雨だったんですが、今ちょっと弱くなってきています。まだやみそうな気配ですね。はい、そういうことが、まあ、名古屋の中心部でも起こっているということのレポートです。あんなに水が、はい、この通り歩道の上まで水が、もう波が、はい、寄せて返す波というのはまさにこの通りでありまして、で先ほどもレポートしましたが、この溜まっている水、この通り葉っぱが流れているわけですけども、流れがあるんです。台風の時に水が溜まったものはこんなにスムーズに、こんな勢いよく流れません。明らかに向こうの方に水が流れていきます。これ何を見てるかというと、おそらくはすごい短期間にすごい量の水が流れて、本来であれば本来であれば、まあ、吸収されて流れていくはずの量が短期間に流れてしまったために、今急激に流れる方に流れているということなんじゃないかなと思います。台風で雨が降り続いて水が溜まるのと明らかに様子が違います。おそらくこれも雨が止んで、どうでしょうね、30分もしないうちに水がなくなってしまうような溜まり方なんじゃないでしょうか。はい、うわっ、うわっ、すごいですね。はい、雨が強すぎてですね、なんて言いますか、車での移動はちょっとやばいんじゃないかって感じになっております。はいはい、おお、歩道に、ここ歩道ですよ、歩道に水が、ここは波打ち際かと、そういう感じになっております。はい、大変なゲリラ豪雨です。これは夕立ではありません。明らかにゲリラ豪雨、異常気象だと思います。まあ、これからね、これが日常的に繰り返されると異常でもなくなるのかもしれませんが、ただおそらくこの名古屋の排水路とかの設計もですね、ここまでの短期間にこれだけの雨量が来ることは想定せずに設計されていたんだろうなと思います。ホードルも溜まってるんですよね。はい、こんな感じで溜まってます。で、一応車道にどんだけ溜まってるかというと、これこんなに溜まって、おお、靴が全部入ったすごい量だ。はい、という感じになっております。はい、自分がこれからちょっと静観せねばなりませんので、ここでレポート終わりますけども、異常気象名古屋の様子をお伝えいたしました。エソマンでした。